警視庁、捜査一課十一係シリーズ、長の力学、長の力学警視庁、捜査一課十一係は、朝、三和氏による推理小説。木更木東ことさらぎ》が所属する、警視庁、捜査一課十一係の刑事たちを主人公とした、警察小説シリーズ、警視庁、捜査一課十一係の第七作目として、講談社ノベルスから二千十五年十月十三日に、 刊行された。後に、町の力学警視庁殺人分析班に、改題の上、講談者文庫から2017年7月14日に、文庫化された。2019年11月からは、うわう、連続ドラマ W 枠で、町の力学殺人分析班のタイトルにおいて、殺人分析班シリーズ第3弾として、テレビドラマ化された。ある日、 資産家の男性が自宅で何者かに殺害され、妻が連れ去られる誘拐殺人事件が発生した。資産家の男性の遺体には奇妙な装飾が施されており、警視庁捜査一課11係は捜査を開始する。そんな最中、警視庁に資産家の妻が監禁されている場所を示唆するメールが新聞社に届いた。その内容は、 完全に警察を挑発するものであった。犯人逮捕と妻の救出を誓った木更木東子と相棒の高野秀明は懸命に捜査を行うが、捜査の過程において二人の目の前に魔の手が忍び寄り、その結果、高野が捜査の第一線から退くという不足の事態を招くことになる。AS を失った11係は果たしてこの誘拐殺人事件の容疑者を捉え、 資産家の妻を救出することができるのか。相棒を失ったキサラギの実力が問われる。蝶の力学殺人分析班のタイトルで、2019年11月17日から12月22日まで、ワウワウ、連続ドラマ W 枠で、全6回にわたって放送された。主演は、木村綾野。蝶の力学殺人分析班に関するカテゴリー。ありがとうございます。